株式会社ジェイソンは東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、神奈川県、栃木県、群馬県にディスカウントストアをチェーン展開する企業である。首都圏において食料品、酒から洗剤、化粧品、ペット用品、衣料品など総合的に商品を取り扱うバラエティストアチェーンの運営を行っている会社である。1998年以降、 従来主力で販売していた大型家電やブランド品などの高額商品の取り扱いをやめ消費者の日常生活に必要な生活必需品や消耗品などを中心として販売するバラエティストアを現在104店舗展開している2007年に大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場した特色として一利益重視の経営システム 2店舗運営での生産性を重視、サンムリムラムダを徹底的に排除するビジネスモデルで少々県内で商品を低価格でお客様に提供でき利益も上げられる仕組みを構築している。2017年初より西多摩地区に第二物流センターを立ち上げ実験的に自社での物流業務を行い作業の開廃等を進めることによる物流コストのダウンに着手している。 新規出店については、当期途中から計画を、これまでより大型の店舗を主体として出店することに変更したとのことで、物流の改善と出店の加速により、労働生産性の向上を図っていく方針。2019年11月、全店舗で電子マネー、クレジットカードによる支払いが可能になった。電子マネーは Suica、PASMO など、クレジットカードの国際ブランドは、Visa、 マスターカードに対応している JCB と AMEX は使用できない店舗情報を参照のことありがとうございます。